共通結合機構アクティブ共通結合機構から切り離されていく HTV 共通結合機構とは国際宇宙ステーションでロシア以外の余圧モジュールを接続するのに使われている結合機構である。共通結合機構はアクティブ共通結合機構とパッシブ共通結合機構の2つで構成されている。CBM は毛沢駆動式の16本のボルトで 構造結合され、巨大なオーリングで機密を保つ。電力、通信、流体ホースをクルーが接続すると結合は完了する。ちなみに、クルーの通路となるハッチの開口部は51インチである。共通結合機構が初めて使われたのは、国際宇宙ステーションのユニキと Z1 トラスの接続である。ノード1、ユニキとノード2、ハーモニー、ノード3、 トランクイリティは CBM を各6機有している。日本の無人補給機である宇宙ステーション補給機やスペース X 社のドラゴンカプセル、オービタルサイエンシズ社のシグナス補給船といった宇宙船の結合にも CBM が使われる。ただし、CBM は自動ドッキング機能は有していないため、結合にはカナダアームに,による接近操作が必要になる。 ザコモンバーシングメカフォーインターナショナルスペースステーション共通結合機構弱、JA、差ありがとうございます